アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウト、投手陣をリセットして試合を行います。まずはその序盤となります第1クォーターは、プレーヤーの福岡さんが好調なランパスを投げ合わせまして、新入生選手が1番を上げるようになっております。しかし、この練習もお話しします。見事な攻撃を失敗しまして、反撃の攻撃となる状況を優さんとしているところでしょう。しかし、その過程によりまして、今週チームの優さんを苦した、タイムアウト全てを使い切った状況になります。これが、この第2クォーターでどのように影響するか、その点も注目したいと思います。はい、ますそれでは、こちらの方で、フィールドゴールチャレンジで行わせていただきます。さあ、そしてこの幕張の時を生かしまして、これよりフィールドゴールチャレンジのイベントが行われます。それでは今日はですね、4名の皆様にお越しいただいております。全員学生ですかね。はい、じゃあ1人ずつ意気込みをお願いします。久留米大学鬼塚教授です。20ヤードを決めるように頑張ります。絶対決めるんで応援お願いします。西南学院大学渡辺です。これ決めたらサウンズのキッカーを呼んでください。福岡大学の宮川です。絶対決めるんで応援よろしくお願いします。さあ、なんか小声であんま緊張せんと言っておりますが、入るのでしょうか。さあ、今からこの4人の学生が20ヤードのフィールドボールに挑みます。見事決める形に至れるでしょうか。経験者の難しいところではあります。それでは最後4人目、福岡大学出身日高君です。よろしくお願いします。これはお見事です。3人が成功させました。ナイスチャンでした。この試合3人が来ました。もう一回。そうですよ。確かにこれは全員決めたいところですね。さあ、いかがです。お願いします。全員決めて終わりだよね。よっしゃ、行こう。その意図があれば、ちょっとね。
十分でした。